ルメコのでもまだまだ土曜日。チェルミコのでもまだ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 土曜日。土曜日。チェルミコのでもまだまだ土曜日。チェルミコのでもまだまだ土曜日。8月22日チェルミコのでもまだまだ土曜日後半戦メール読みます。はい、前回チェルミコ読書感想文というテーマでメールを募集したんですけど、お悩みメールが来ていたのでその前にお答えしようと思います。あら、何でしょう。はい、ベアーズネームは不明です。書いてません、うん、おチェルミコの2人こんにちは。ラジオ楽しく聞かせてもらってます。さて、僕には大好きな彼女がいます。その彼女ですが、最近友達に誘われてクラブに通うようになりました。いってらっしゃい、楽しんできてねという気持ちで送り出したいのですが、正直クラブにいる男の人たちはナンパ目的の人が多いというイメージがあるので、心よく送り出すことができません。彼女はお酒も強いので酔いつぶれたりはせず、ちゃんと連絡もくれるのでその点では安心しています。ですが実際はどうなっているのか分からず、なんだかんだで不安になってしまいます。あまり頻繁に行かないでほしいと言おうと思ったんですが、束縛になってしまうのではないかと思い言い出せません。僕はどうすればいいのでしょう。助けてくれ、レイチル&マミコよ。だって、あら、真剣な悩み。でも最近クラブやってんのか ね。まあ確かに ね。まあでもまあ行くようになったのか。うん、いやー、そうね、箱による。本当にそうなんだよねマジそうなんだよね。箱によるんだよね。あとイベントにもよる。そう、それな、どれ、どういう系の箱とかどういう系のイベント行ってるのかが知りたいな。それを聞いたらいいんじゃないかな。それを聞いてその箱とイベント名送ってくれたら判断できます、うん、判断できる。だから大丈夫なやつ、リームください。大丈夫、音楽のオタクしか行かないイベントだからとか、うんうん、このイベントちょっと危ないかもしれないねとか、うんうんうん、いうふうに言えるんですけれども、でも私たちも言ってその守備範囲みたいなのが狭いから。そうね、言われても偏見でしか答えられない可能性がある、ね、例えば六本木のクラブのみたいな。あ、もう全部全部だったら、もう全部って言っちゃうよね。全部全部ダメ。 EDM かかってたら全部とか言っちゃうかもしれないし、うん、全部ダメです。もうそんな危なっかしい。そうだから本当、恵比寿中目黒とかだったらこう、うんうん、なんとなく箱はちょっとわかるから。そうだね、渋谷とかならね、うん、下北とかならわかるけど、うんうん、いやまあ確かにね。でもお酒強いっていうのもまた不安だからね。お酒強いから飲んじゃおうとも思っちゃうからさ。そういうことって、まあ私なんだけど私なんだけどさ、まあ、でも連絡くれる、連絡をできるっていうのはマジで大事。大事だよね、うん、連絡ないと心配になっちゃうけど。でもわかるな、連絡来ないと不安だよね。一緒に行けばいいじゃん。いやでもなかなかそれも難しいよ。こっそり対抗してじゃあクラブ行くとかどうしたらいいんだろう。まあでも本当イベント次第としか言えないから。いやでも酔いつぶれないし連絡もくれるならそこだけはいいじゃん。大丈夫です、うん、信じましょう。そうで、とりあえず箱とイベントだけ聞こう。そこだけ聞きましょう、うん、で自分で調べてその音楽聞いて自分も好きになったらそれでいいし、そう一緒に行けるってなったらいいと思うし。そう、まあね、難しい感情だよね、なんかこれって。うん、でもまあ、うん、信じてみましょう。信じてみよう。で、うん、分かり次第、うん、送ってください。送ってください。その時また私たちがサーチしますので、うん、助けます。その時解決できたかな。何かあったらまた言ってください。何かあったら言って、はい、みんなも何か悩みがあったら送ってください。はい、このでもまだ基本的に不定期配信なんでお悩みにいつ答えられるかは分かんないけどね。はい、はい、毎回答えられるとは限らないけどね、はい、ということで改めてテーマメール、チェルミコ読書感想文。うん、雑誌やウェブのインタビューやツイッターなどチェルミコのこれまでの発言を読んだ感想を送ってもらいました、うん、はい、では読みます。これだけでさ、うん、よくどんなメール送ろうかって思いつくのがすごいわね。読書感想文メール、ベアーズネーム、うん、肉巻きおにぎりから、うん、今年1月のネオエルでの浜岡本さんとの対談記事より、うん、浜さんの言葉でチェルミコの魅力を語ってくれているのがめちゃくちゃ好きでよく読み返します、はい、特に好きなのはシングルのジャケットをプリクラにした話です。あ、浜さんがそのことについて褒めた後、プリントシールは漏れるんでたまにプリジャー系を見かけるけど我々以降なんでね、我々が最初にやったはずですって2人が返すのがなんかシンプルにかっけえし発想がすげえと思いました。どうやって思いついたんですか。他の媒体で話してたらすいません。はあ、話してないかも。話してないかもね、あの時って。なんでだっけな。いや、普通に漏れるから。漏れる&時間めっちゃなかった。めっちゃなかった、時間が。なんかもう明日くださいみたいな。そう、てかなんかまずジャケ取るのって普通にお金かかるから。かかる友達捕まえるのにも大変だし。そうそう、写真撮れる人、メイクできる人、うん、スタジオ借りてとか全部やんなきゃいけなくて、うんうん、で正直、まあ、配信シングル一発目でそんな予算なかった、うん、
そうなかったなかった、うん、し時間もなかった。そう本当時間ないし漏れるって言ったらもうプリッショってなって、そう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 400円で漏れるからね。そうそう400円で最上級まで持ってくれるから、そう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 、しかも画像になってさこっちにももらえるし、手元にプリントになってももらえるっていう思い出ももらえるから最高だよね。そうそうそう、あんなんね、もう文句なしだから、そうあのプリにしたっていう。プリにした、あれどこのゲーセンで撮ったっけね、下北だっけ、いや違います、吉祥寺です。あ吉祥寺だっけ。そうで吉祥寺でいっぱいぬいぐるみ買ったじゃん、かわいい、うちらかわいいぬいぐるみ買ったね。それでさ電車の中でさ膝の上に2人で乗せたりして、そう遊んでたよね。遊んでた、ねえねえこんにちはとか言って。暗くない、怖くない、怖いかも、かわいいどころか有り余って結構まあまあ懐かしい、ね、だって20代にはもうすごいね。なんかプリだからさ舐めた服だったよね、ボロボロの。そうそうそうなんかっていうかその日に撮るとも決めてなかった気がする、うん、もう今から撮りに行こうぜみたいな感じで、確かに確かに慌てて撮りに行った気がする。そうだね、だからゴリ私服なんだよね、ゴリ私服いやあれいいジャケだよね、私も好き。いやでもいい思い出だよ ね、 でもね、同じタイミングでちょっと前かとか分かんないけど、あの水曜日のカンパネラのコムアイさんがさプリジャケやってなかった。いやちょっと後だよ、だとしたらちょっと後か、うん、であれなんかどう同じタイミング後だったような気がする。後かで、うちらの方が先じゃんって、あ言ってたか、言った気がするよ。じゃあうちらがやっぱ本家っていうか最初だわ、うん、最速です、最速です、世界最速です。ありがとうね、肉巻きおにぎりちゃん、すごいちゃんと読んでてくれて嬉しい ね、こういうちゃんと話したの、ありがとう、ありがとう。じゃあこちらベアーズネームマリッチ、レイチェルさん、マミコさん、こんばんは。こんばんは。夏ですね、夏ですね。さてチェルミコ読書感想文お送りします。音楽ナタリーのアーティスト音楽履歴書レイチェルのルーツをたどる拝読いたしました。レイチェルに関して好きなエピソード好きな言葉が多すぎるのですが、ここめっちゃ好きでした。音楽に関してはお母さんからの影響が大きかったと思う。お母さんはギャルだったからはい最高、とにかく流行を教えてくれるレイチェルママ最高です。流行り物好きスピリッツが注入されているレイチェルにも納得です。近所のリリースみたいなお姉さんと交流があってリップスレームを聞き始めるくだりも最高でしたこんなに読んでて明るい気持ちにさせてもらえるインタビューなかなかないです。ありがとうレイチェル。嬉しい、素敵、ありがとうマリッチ。いやでもこれはねすごい思った。私この間ね、みゆきさんいるじゃん、私の、うん、あの同級生ね、友達で、まあ、レイチェルもしてんだけど、みゆきさんね、あ分かった、すぐうんって言っちゃった、ごめんね。そうそう、みゆきさんとなんかこの間電話して話したんだけど、うん、やっぱレイチェルってマジでギャルだと思うっていう結果いろいろあった、なんかいろいろあったけど、うん、例えばあのさ、ネクラな部分もあるっちゃあるし、うん、あるなんかそういうさ、いろんな一面はもうあるじゃん人には、うんうん、だけど基本的な部分ってやっぱり明るいと思う。あ、そう、うん、流行り物好きっていうのももちろんそうなんだけど、やっぱおしゃべりするのも好きだし、うん、明るいじゃん基本的にマジで、うん、でなんかねすごい最近のお酒飲んでる時、うん、見て、うん、陽気になり方が結構レイチェルママにちょっと似てた。わかるね、だよね似てきてるレイチェルのママに、ね、私すごい思うんだよね自分でも。そうそう、今の酔い方めっちゃお母さんっぽいみたいな。そう、マミーって呼んでるけどマミーっぽいって思うんだよね。そう、一回だけレイチェルのさお母さんにお会いしたことあるじゃん、うん、その時のなんかテンション感とかが結構似てきてて、似てるでしょ。そう、え、でもその時マミーシラフだよなんかね、マミーなんて言うんだろう結構すごい、うん、多分さ年重ねてくるとさ、うん、よりなんか人間性というか素直になってくるんだと思うんだけど、みんなね、うんうんうん、わかんないけど、隠す必要ないってね、もともとの性格が多分ギャルなんだと思う。寝やかなのか、出てきてると思う、寝やかなんだと思う。じゃあマミちゃんももうすぐしたらもう本当のもともとの性格が多分出てくると思う。すんごいひんでくれてるかもね、わかんないけど、ママ見てたらさ、うん、ママどう、ママめっちゃ主婦だね。サンドウィッチマンといや上沼恵美子が好きだ、大好きだもんね大好きなやつだ。そうで最近香水もハマってるしね、香水もハマってるしね、うんうん、あそう、あのエイトの香水 ね、香水ね、あの匂いの香水じゃなくて本当に本当の、あの曲の香水ね。あ、そうそうそうって思った。でも私もこのインタビュー大好き、元気もらえる。いいよねこれ、うん、このそれぞれね違う2人違う場所から答えてるやつね、うん、これ楽しかったですね。よかった、はい、ありがとうございます。マミーに言っときます、うん、言っといてください。はい、じゃあ続きましてベアーズネームあだ名はパパ、うん、チェルミコのお二人お疲れ様です。お疲れ様です。今回のテーマであるチェルミコ読書感想文ですが、僕は2019年8月11日掲載のモデルプレスさんのインタビュー記事を読ませていただきました、うん、そこではお二人が恋愛についてインタビューに答えられていましたが、僕が気になったのは、うん、レイチェルさんがマミコさんに LINE の代筆を頼んでいた時期があったというところです頼むなよ
そこでレイチェルさんはマミコは好きな人から必ず LINE が来る50のコツという本が出せるぐらいたくさんのことを知っているとコメントされているんですが、マミコさんちょっとだけ教えてもらっていいですか。僕はいつもいい人止まりの誰にも優しい量産型の22歳ですが、いいベアーズの女の子たちのためにも僕の勉強のためにもよろしくお願いします。あーなるほどね、あだ名パパ22歳なんだね、若っ。でもあだ名がパパってすごい寛容な人なのかね、いいすごく何にでもね、素敵。確かに代筆あったね、うん、あったあった、結構代筆してもらってた。そうだね、部分的に。でも私が得意っていうよりかはレイチェルが苦手なんじゃない、ね、なんかその時の時期は。今だってレイチェルは得意だと思うよ。今結構上手くなってきたよね。上手くなってると思う。どうしたらいいんだろうね、その、うん、LINE の必ず LINE が来る50のコツのなんか。そんなコメントしたのそれレイチェル。私が言ってるみたいな。なんかなんだっけ、必ずハテナで終わらすのはさ、あれじゃん、うんうん、あのなんか怖いじゃん。そうだね、私絶対必ずハテナで終わらしたいんだけど。続けたいからね、続けたいし、うん、相手のことを一つでも多く知りたいからハテナを使っちゃうんだけど、うんうんうん、マミコはねハテナ使わないのに続くんですよ。普通に友達としても尊敬する。普通にマミちゃんとの LINE 楽しいなって思っていつも続けるのよ。あーなるほどね、うん、何なんだろうね、わかんないや。でも意識はしてないんだ。でも自分で意識してないし、続けようみたいな意識もないと。でも私結構最近は普通にスタンプめっちゃ使っちゃうよ、終わらしちゃうよ。最近は終わらしにかかってる。てかなんか最近は携帯をまずあんま見ないようにしようと思って、うんうん、だからさ制限かけたりとかしてるし。あそうじゃん、そうじゃん、そうそうそう。あそれなりに使い方は変わってきてると。変わってきてるね。でもさ好きな人ができたらさ、うん、続けたいとか思わないの。あ続けたいって思うかな、うん、思うけど。でもその時前に答えてたのは、うん、なんか、うん、動物の画像とかって送るとか。あなんかその時いいなって思った画像なり、うん、なんかこれを見て面白かった動画とかを、うんうん、まあ、その人が好きそうだったら共有したりはする、うん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 、それは結構いいよね、うん、レイチェルにも送ったりもするしね、この音楽良かったよみたいな感じで。でも確かに他の人との、うん、多分別に変えないで差をつけないで、そうそうそう、自然体で LINE してるのがいいのかもしれないね。確かにそうだね、うんうん、結構意気込んじゃうときあるじゃん。 かわいい文字使おうってみようか、絶対に面白いと思わせる。この返し絶対面白いと思わせるって返しちゃうよ。そうだ、ね、とかわざわざその人のためにスタンプ買ったりする。かわいいと思われたいから。すげえじゃん。かわいいねレイチェル。かわいいよね私ってね、うん、だけどそういう自然体なところが、うん、多分接しやすいんだと思う逆に。あそうなのかな。意気込んだなって多分かるんだと思う相手にも。あなるほど、ね、この子いつもと違うなとか多分わかるんだと思う。 LINE ってこんなにむずいっけ。むずいよ。なんかもっと気軽にさ気軽にやるもんだよね。そっかそっか。でもその アイディアいいと思います。そうだ、ね、あの画像とかね動画送ったり、うんうん、なんかニュース共有したり。コツって言うならばそうかもね、うん、まあはい、もっと詳しいこと知りたかったら、まあ、月額ね払ってもらって、うん、ちょっと口座開こうか、サロンベアーズでお願いします、はいはい、こちら、ベアーズネームメンヘラガリクソン。レイチェルさん、マミゴさん、こんにちは。私がすごい印象に残っているのはレイチェルさんの4月8日のツイートです。マジで次ライブするとき号泣しちゃうだろうなです。次ライブ できたときはみんなで号泣して踊り狂っちゃおうね。もう号泣する準備はできてるよ。あいいツイートしてんじゃん、いいあんた。私いいツイートしてんな。でも泣いちゃうよね絶対。いや泣いちゃうよ。なんかだってさライブすること自体が今もう夢みたいになってんじゃん。そうだね、本当にそうだね。そんなさ中でさ、うん、本当に普通にもう感覚とか上げないで、うん、普通にギッチギチで、うん、あのディスコなんて歌ってみよう。いや私泣いて歌えないかもね。うえだよね。なんか全曲1曲3回やりたい。やりたいね。噛み締めたい。もう一回やりますって言って。もう一回やります。おかわりおかわり、イージーブリージーって。ビー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 。やりたいよ。一生やりたいよね。号泣しちゃうよね。すごい。でもよくそんな見てくれてますね。4月8日のツイートですなんて細かく、うんね、これからもいいツイートしていきたいと思います。はいはい。続きまして、うん、ベアーズネームゲイリーオールドマンから、こんばんは。うーん、私はレイチェルさんがマミちゃんのためなら理由を聞かずに人を埋めるの手伝うと言っていたインタビューが大好きです。どんなこと言ってんの。数年前何かしらの動画で見ました。
チェルミコのお二人の関係性なんて素敵なんだとめちゃくちゃ感動したのを覚えています、うん、私もお二人のためなら理由を聞かずに人を埋めるのを聞きたいます。いつでも呼んでください。呼ばないよ、呼びたくないよ、埋めないようにしたい。やだ、可能ならば。これあれだね、マクガフィンだね。マクガフィンだね、うん、あったあった。あ、そう、これあったわ。なんか友達のラインってどこからあったよ話をしたんだよね、うん、なんかまあ友達お互いにこう少なくてさ、うんうん、友達が少ないっていうか本当にめちゃめちゃ親密な友達っていうか、うんうんうん、だからそういうのって少ないよねって話した時に、うん、いやでもレイチェルがマミちゃんのためなら理由聞かずに人埋めるの手伝うから、そうそう、いやいろいろ考えたのよその時も、うん、なんかお金借りるとかさ、なんていうの、お金貸すとかさ、うんうん、あるじゃん、うんうんうん、なんかそういうラインがで一番なんかこう嫌なことってやっぱ、うん、あの罪をかぶることだと思うから、ね、一番私の中でね、いろんな多分いろんな人それぞれの嫌なこと、その人のためにしてあげられる嫌なことの中で私トップが罪をかぶるだったの。だからそれで考えた時にあ、マミちゃんのためだったらいけるかも、うん、って思ったんだよね。で私もそれ確かにって思った。私も手伝えるって思った、ね、手伝えるよね、うん、黙ってもう理由聞かずにもう手伝う。LINE で一言くれたらちょっと人を目を手伝ってってきたら何も聞かずにその場所に行く、行くよね、埋める、スコップこうやって持ってね、スコップこうやって持ってお、来たぞって言ってやるよ。やるけど、まあ、やらないようにしたい、うん、やらないようにしたい。したい前提で、できるだけ。でも嬉しい、そんな人を埋めるの手伝ってくれるなんてね、うん、いらないようにはしたいけどそれぐらい、うん、それぐらいの気持ちだよっていう感じね、うん、それぐらい好きでいてくれて信用してくれてるのは嬉しいです、うん、これからも信用を裏切らないように。ありがとう、みんなよく見てくれてるわ、本当にすごいわ。はい、じゃあこちら、はい、レアーズネーム菅原、うん、リーダーまっちゃんこんにちは。菅原しか言ってないの。菅原しか言ってないんだよね。2019年8月の音楽ナタリーでトンツカタン森本とお話ししてる記事が私のお気に入りです。 お酒が飲めない森本のパインジュース事件大好きです。他に世には出てない森本事件何かありますか、うん、あとビアビアの英語のナレーション本当に森本かよって思ってたけど、インスタでのインターナショナルスクール生徒シリーズを見て本当だったんだってついこの間やっと納得しました。フレミングの左手の法則ポーズしちゃう森本は少しダサいけど、またチェルミコ×森本楽しみにしてます。おー、いいですね。あったね、森本のパインジュース事件ね。いや、ありましたね。お酒飲めないからずっとパインジュースを頼んでて、うん、なんだっけ、パイン、パイン先輩って、その場についちゃったんだよね。なんかさ、なんかさ、これなんだっけ、仕事終わりだっけ、うんうん、なんかわかんないけどみんなで会うってなって、それこそフワちゃんとかいたよね。あ、フワちゃんいたっけ。あ、でも私ね、その時多分いないんだよね、パイン先輩の時。あ、そうか、レイチェルいなかったんだ。パイン先輩シーズン2の時はいたんだけど、確かにシーズン2 シーズン1のオリジナルのパイン先輩はまだ会えてないんだよね。私フワちゃん、鳥山くん、森本、トキオパンとかかな、トキオパンじゃない、あと中ビッグのおかだね。結構みんないたね。そう、うんうん、すごいメンツだね、すごいメンツだね。で、なんか飲んでて、うん、で朝5時ぐらいまで森本はパインジュースで頑張ってて、私たちはお酒とか飲んでんだけど、もうベロベロだよね5時までやってたら。そうそう、でずっとパインジュース頼んでるから、もうなんか違うの頼みなよって言って、一回クランベリージュース頼んだんだけど、うんうん、店員さんにもいじられ始めちゃったから、もうクランベリージュースじゃなくてパインジュースもらって持ってこられちゃった。そこからもずっとパイン先輩、パイン先輩っていう事件ね。他に出てない森本事件なんかある？もう原付免許落ちたとか、クレジットカード取れなかったとか。出てんだよね、森本ってちゃんと自分で出すからさ。確かに、基本的にはなんだろうね、森本の出てない事件って。ないよ、ないか、うん、特にないか。全然愛されてないみたいな感じ。エピソードゼロ。いやでもマジで森本ってすぐコンテンツにするじゃん。そうそう、ちゃんと全部自分で、はいはい、もう、はい、来ました来ました、袋詰めして、もうリボンでラッピングして、はいどうぞ皆さんどうぞっていう。森本ドキュメントなんて始めちゃったんだから。そうそうそう、自分でやり始めちゃったからね。そうそうそう、もう誰もやってくんないから、自分でついにやるっていう。出てないものないもんね。いや多分ね、森本自分でやんなかったら周りが結構やってくれると思うんだけど。確かに、全部先にもう結構早いから仕事できるからね。そうだね、すぐすぐやっちゃうから。あ、でも最近思うのは、うん、森本最近突っ込むとき、なんか、なんて言うんだろう、緊張する場面での突っ込むときに、うん、あんま笑えてないまま突っ込んでるからちょっと怖いなって思う。から笑って、お笑い評論家みたいな。, 笑って突っ込んだ方が絶対笑い起きるのに。そういうことがあるから、指摘すんだよ。それはなんか直した方がいいと思う、うん、私が思う森本。てかさ、リーダーまっちゃんで思い出したんだけどさ、うん、私さ、高橋みなみさんのリーダーの本読んだよ。あ
でね、どうですか？すごいね、もう本当に学びがたくさんあったけど、うん、でも基本的には AKB48 の、うん、AKB グループのリーダーだから、うん、もう200人300人とかを束ねてるリーダーで、もう私30人とか40人とかじゃいても、あのベアーズ入れてさ、あそうだね、そうだね、そう でもこれで言った、ここのチームで言ったら2人じゃん。そうだね。そうだから、あんまり参考にはならなかったんだけど、一つだけすごい驚いたことがあって、、うん、高橋みなみの親友のあだ名はまっちゃんなの。怖くない？嘘でしょ？めっちゃスピらない？スピっちゃうよ。スピっちゃうよね。もうすごい前半でスピっちゃっただから。マジで、うん、高橋みなみの親友って何？普通に地元の友達ってこと？地元の友達で、八王子の友達入る前。そうそう、マジか。そう、まっちゃんと本当に親友で、怖いんだけど。やばくない？やだ、これ知らなかったでしょ？知らんかった。これが一番の収穫、リーダーの勉強になった。すごい、うん、もっと高橋みなみさんのこと知りたい。知りたいね。ありがとう、菅原ありがとう、菅原ありがとう。思い出しました。はい続きまして、ベアーズネームアンノーンから、うん、姉さんたちこんばんみ。こんばんみ。最新の情報になってしまうんですが、今週18日火曜日にゲスト出演した ZIPPO FM ビートニクジャンクションで、自分を調味料に例えると味の素とだしとおっしゃってましたが、あれどういう意味ですか？またファンを調味料に例えると何ですか？あんなんでこんな喋り方なんだ。なんかわかんないけど、丸とかがねあんまりなかったから、こういう無機質なイメージで、アンノーンだし、確かにかっこよく読んでみました。言ったね、味の素とだしって。そう、なんかそうそう、 ZIPP FM ね、うん、名古屋のあのラジオ局でね、うん、出させてもらったんですけど、聞いてくれてありがとう、ありがとうございます、うん、そうなんですよね、あの調味料に例えると何っていう質問を事前にいただいてて、うん、すごい悩んで、うん、そう、まあ、どういう意味っていうか、もう本当悩んで一番かっけえと思った答えがだしだった、うん、そうで、とにかくそういうなんかもうフレーバー引き立たせるみたいな、そう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 、そういうこと、うん、で、うん、ファンを調味料に例えると何なんだろう。砂糖かな。甘いの？甘いから確かに、うちらに対して甘いから、甘いから、とにかく甘くしてくるから。じゃあ砂糖で、砂糖で、シュガー、シュガーでした、シュガーでした。はい、こちらベアーズネームタムとタム以外、チルミコの二人こんばんは。インタビュー記事ではないのですが、うん、去年の9月に仙台で行われたライブで気になる発言があったので初めてメールします。は MC の最中、マミコさんから、最近レイチェルはやたらピースピース言ってる、クボボツカマインドなんだよなと言われた。レイチェルさんがクボ塚が一番かっこいいでしょ結局と吠えるような勢いで言い返していたことがありました。しかしその後ツイッターやラジオなどで、中野太賀の顔ファン、小田切城がかっこよすぎて一時停止したなど、さまざまな男性芸能人に対するコメントがあり、果たして本当に窪塚洋介が1位なのか気になっています。レイチェルさんの最新のパワーランキングを教えてください。確かに、めちゃめちゃいろんな人のこと顔褒めてんだ ね。あとさ、すごいツイートするね。めっちゃいろんなところのツイッター見られてる ね。ツイートの量がえぐいね。確かに、すごいな。うん、今のうん、これそれで言うと、うん、なりたいのが窪塚なんですよ。あ、マインド的にってこと？マインド的に もう存在として、うん、結局やっぱなりたいのは窪塚。なるほどなるほど、うん、窪塚かっこいいけど、うん、自分がなりたいって感じ、うんうん、憧れって感じなんですね、うんうんうん、で、普通に顔で一番好きなのは、うん、まあ、いろいろすごい、あ、この人かっこいいなって、ね、何度か思うことあるけど、うんうん、小田切城です。へー、中野太賀じゃない。ごめんなさい、ごめんなさい、訂正します。マジで。アシトンカッチャーは？アシトンカッチャー別次元だよ。アシトンカッチャー入れるんだったらアシトンカッチャーだよ。何言ってんだよ。日本だよ、日本。グローバルチャートで言ったらアシトンカッチャーがもう3000だよ、3000。そのじゃあグローバルで言ったら1位アシトンカッチャーじゃん。2位は、うん、2位ブラピ。はえー、3位は、3位、誰だろう。そこに小田切城入ってこないの？いや、全然グローバルの方がガンガン上。あ、そうなんだ。話が違うんだもん。日本は結構やっぱ規模ちょっと下がる、ちょっとやっぱ、あ、そうなんだ。でも小田切城はマジかっこいいと思う。日本だけで教えて、2位は？2位、うん、中野太賀。あ、そこにやっぱ来るんだ。1位は小田切城、3位はあれは、あれ松山ケンイチは？松山ケンイチ3位。へー、そうなんだ。昔1位だったんだけどね、ちょっと下がっちゃった。ダークダウン。おもろい、うん、いや確かに今度あれやってみたいな、うん、
ランキング私もやりたい。男女でやりたい。てか男女混合でやりたい、もはや。あ、確かに。もう人類好きな超楽しそう好みのタイプカウントダウンみたいな。めっちゃいい。それカウントダウン形式でやりたいよね。やりたいやりたい。先週から2ポイントダウンやりたい。やりたいよね。時ホットマンハンドレッド1位からの転落言いたいよね。いいね。なおもろ。そっか、じゃあ今最新は1位小田切城、2位中野大河、3位、はい、松山ケンイチ、今継承は取ってますけども、うんうんうん、となっております。はい、他にもね、多分私結構芸人さんの顔とか好きな人とか多分いた気がするから、うんうん、いつもテレビ見るたびにあこの人かっこいいって言うんだけど忘れちゃうんだよね。あそうだね、うん、確かに忘れない。私でもレイチェルの発言で覚えてるのはサンシャイン池崎好きって言ってるよ。顔超好きだよマジイケメンじゃない。かっこいいって言ってるよね。超タイプ、うん、やだこれ聞かれてたらどうしよう。私そうだね、確かに他誰言ってたかなマジ顔が好き。他誰言ってたかな。でも結構いる、ちょいちょい言ってるでしょ。ちょいちょい言ってるレイチェルは、うんうん、この人かっこいい、この人かっこいいって。マミちゃんはあんまり言わないかな、うん、私あんまり言わないね。かっこいいよねっていうかあんまり言わないね。確かに設楽統かな。あー確かに不動の1位、うん、うん、1位設楽さんかも。グローバル、グローバルだったらグローバルチャートだよ。私あれどう忘れしちゃった。リオナルド・デカプリオおかんやんあと私ね、あの人好き、500日のサマーの人。あー彼ね、なんだっけ。わかるわかるわかる、あの人、あの人、ジョセフ・ゴードン・レビットでした。ジョセフ・ゴードン・レビットさん。何回聞いてもピンとこないんだよな、ね、この名前何回。ジョセフね、ジョセフ。そう、1位はグローバルで言ったら1位はレオナルド・ディカプリオで、うん、2位がジョセフで、3位がルパート・グリント。あ、ルパート・グリント来ると思った私、ね、ルパート・グリント好き。でもやっぱ3位に下がってきてるよね。私も松山ケンイチずっと好きだったけど、3位に、うん、3位に下がった。ランクダウン、ランクダウン。あ、わかる。これやりたいね、うん、女の子も入れたら。私最近浜辺美波ちゃんとかももう、あー浜辺美波ちゃんね、可愛、うん、いよね、うん、私満島ひかりだな。あーもうそれもずっと輝き続けて、うん、あと牧ね、堀北牧と。あ、牧ね、井川遥かね、遥かね、うん、あ入ってきちゃうよね。ちょっと この辺とか、ダメだ、ちょっとこれ盛り上がりすぎるから今度またやる。これ1個になっちゃうから。これ超楽しいじゃん。これ超楽しい。何これ、ちょっと事前に考えてきてね、発表していってね。やろうやろうやろう、やりたい、うん、はい、はい。じゃあ続きまして、じゃあ私の方で、うん、ベアーズネームマリチから、うん、あこれ結構長いから頑張って読むね、うん、テレミコ読書感想文、好きだった鈴木さんのツイートを発表します。はい、2013年4月15日、水って美味しいかもしれない、うん、2014年1月25日、水美味しい2015年11月18日、水飲んじゃおう2016年6月13日、水うま、チャットモンチエモ2017年5月9日、水美味しい2018年3月24日、水って美味しいよな2019年4月13、水やっぱ美味しいわ2019年8月3日、今一番うまいのは水、今水飲んでないやつは遅れてる2020年8月13やっぱり水最高今年も水ツイートが出て安心しましたが、鈴木さんの水を好きになったきっかけ、特に好きなところ、今後の水トレンド予測などお聞かせいただければ幸いです。今後も水ツイよろしくお願いしますあのこれおもろいな、2018年の3月に水っておいしいよなって言った後に、1年後に水やっぱおいしいわって1年で完結してんのめっちゃおもろい。おもろ、水のツイートすごいしてる。牛乳も イメージあるけどね。嘘、牛乳って、牛乳であの、うん、あと、うん、あのマミコの ID で検索すると、うん、めっちゃ出てくるよ。マジで、うん、牛乳ツイートのファンもいると思う。だから牛乳派と水派で結構二分化してると思う、ね、マミコのツイートファンは。そっか、私のツイッターって何なんだろうねいやでもね、私毎日水に感動するんだよね。本当に水大好き。あら、本当に水大好き。水の CM とか来たらいいね。マジで水大好きだからさ、うん、毎月12本のやつ買ってんだけどさ、アマゾンで、うんうん、そうだね、もうすぐなくなる、1週間ですぐなくなるからさ、いつもさリモートの時にピンポーンって水届けに来られる水来てる、水来たって本当
にいつも水飲んでる。本当に水が好き。あ、伝わってほしいね、水関係者、うん、大体水関係してるけどね。そう、水を好きになったきっかけ水インタビューなんですかね。やっぱライブ後の水で気づきましたかね。あ、一番染みるもんね。一番染みますからね。気持ちいい時の水、特に好きなところ飲みやすいとかですかねお酒飲んでる時もありがたかったりするよね。そうそう、結局水が一番美味しいなって行き着くんだよね、なんか、うん、行き着くよね、うん、毎日感動してます。ちょっと水に何か気づいた時があったら、うん、あれしてほしいね、またツイートしてほしいですね。そうだね、水ツイートは引き続きしていきたいなと、楽しみにしてると思います。じゃあこちら、はい、ベアーズネーム大体のことが気の持ちよう、はい、2019年9月2日23時4分に、てかもう人生毎日100対100の合コンだべハッシュタグはとレイチェル氏がツイートしていましたこの文を私なりに解釈したいと思いましたが、考えれば考えるほどはという読書感想文しか書けません。詳しく解説お願いします。やめようよこういうの、ね、ツイート掘られすぎじゃない、ね、私だけもっとさ、みんなさインタビューとかちゃんと読んで真面目に答えてうちら頑張ってさやってんだからさ。そうだよ。でも何なんですかこのツイートは。いやなんか、いや出会いがないみたいな、うん、言うてる人がおったんですよ。で、うんうんうん、多分これマミちゃんと一緒にいる時とかだったと思うんだよね、うん、これ覚えてるよ。そうだよね、うん、えでさ、こんな出会いないとか言ってるけど、もう 今もう100の合コンじゃんみたいな感じで居酒屋いる時にだってもう今じゃん、今みたいなことを多分酔っ払って言ってたのがこの23時4分っていう時間に現れてる。そうだね確かに。ハッシュタグはやばいね、チャラいね。ね、チャラいね。やっぱギャルマインド出てきてるもんだって。やだー。すごーい。へー。でも確かになって思うよ。いや、よく1年前のツイート引っ張り出してきたわ、うん。でもやっぱ基本的にレイチェルの発言は明るくていいよね。確かにね。マミちゃんの発言は結構マイペースって感じだね。確かにね、うん、水しかないんですけど、水の話しかない確かにマミコのツイッターは水が結構フィーチャーされてる。水かラジオの話しかしてないなって思った。確かに。しかも話してもあれだよね、うん、面白かったみたいな、なんかこう、うんうん、一言みたいな。そうだね、シンプル系が多いから、あんまり思いは言わないかな。言わないよね。かっこいいな。かっこよくないだろ。ミステリアスだな思いを言わなくて。でもなんか引き続きレイチェルにこのハッシュタグハ のツイートはしてほしいけどね。あ、自分でハってちゃんと言うやつね、うん、そう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 、思いついたらするね、うん、楽しみにしてますレイチェルさんのツイート。はい、はい、ツイートしていきたいと思います。はい曲です。イエーイ、チェルミコでプレミアム夏マンション。あー、ズラサングラスそびえ立つアスニラム、ここはプレミアム夏マンションだ。回るベッドかベッドか土台今夜寝転がったまま一緒にボンの顔かい How high? オーシャンビューってわけではない、一体全体どうなってんだって住んだらわかる Daylight。 君なんかい今夜は熱帯夜、セミずつサンオールも落ちそうなムーブだ。吸い込まれちゃったの、吸い込まれちゃったの、壁にはヤシの木の絵、本物見たくない、百畳一間の砂浜で君とくんずほぐれつすったもんだ夏マンション。宅配ボックス開けてみな、インビとハイビでパンパンです。熱を持った肌真っ白な肩、吸っては吐いた互いの吐息は、ヘッドライトでラスマンション、揺れるうねるマンション、ようこそ、oh、 so enjoy it、so、ah, プレミアム夏マンション、 so enjoy it、so enjoy it、ah, プレミアム夏デポ、 original drink をごくり、 ah, プレミアム夏マンション、 so enjoy it、so enjoy it、このでもまだまだ土曜日第12回目お別れのお時間です。
どんどん終わっちゃうね。いやサプライズコメントも嬉しかったですね、うん、ね、浜くんから来てね。今週は普通に予想できなかったし、うん、予想の斜め上だったね。ね、本当にね。ちゃんとそんとサプライズだったわ、うん、嬉しかった。尺もちょうど良かったし、うん、ベストでした、うん、久しぶりに。ベストサプライズでした。ありがとうございます。メールもありがとう。結構みんな見てくれてるなって思った。びっくりした。よく掘り出してくるわ。怖いな。あとやっぱ拾うところがいいね。やっぱね、見てるね、ちゃんと見てるね、いいところ。自分たちでも忘れてたけど、うん、こういうのね、インタビューとかで確かに、うん、あのもっと詳しく聞きたいなとかあったら、うん、なんかね、この機会にね、言いたいよね。そうだね、うん、引き続き私たちも頑張っていろいろツイートとかしていくんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして来週26日はついにマゼ発売。やったー。それを受けて次回29日の配信はでもまだまだ土曜日になって初の生放送です。うん、夜8時から絶対に聞くように。マゼ発売当日の生配信を含め新しいマゼ情報はチルミコのホームページをチェックしてください。はい、それから YouTube だからこれまでの放送も何回も聞けるし、うん、あの見てますからね、私コメント欄。これからもコメント欄やハッシュタグでもまだで、でもまだまだ土曜日を盛り上げてください。はい、では改めて次回29日の生放送何をやるかをホームページやツイッターでお知らせしますので、ご期待していてください。あとマゼの感想とかなんかメール送りたくなったら送ってきてください。アドレスはでもまだまだ @gmail.com です。はい、ではまた来週の土曜日にチェルミコのレイチェルとマミコでした。バイバイ。熱量でいうと完全にチェルミコの勝ちだと思っております。そんな、これでまたチェルミコの名が広がるといいですね。チェルミコのでもまだまだ土曜日。